はい、サトチューンチャンネルでございます。動画を毎日撮ってますよ。やる気満々でしょ。今回はね、ちょっとこう哲学的な話にもなっちゃうのかな。なぜ投資するのかというところですね。これは、NISA を活用しようとかね、米国株投資が最強とかね、そんな話をねするものではなりありません。僕自身がですね、なんで投資をするに至ったかっていうね、ちょっとこう、根本の部分ですよね。もちろんこれはですね、正解はなくて、人それぞれ投資をする理由っていうのはね、あると思いますよ。老後が不安とかね、貯金だけではちょっと良くないよねとかね、資産を増やしたいっていうね気持ちとかがあるかと思いますが、僕が投資をするようになったのはですね、ひいてはね、こういう理由です。搾取構造からの脱却を図りたいということ、これが一番の理由になりますね。搾取構造ね、誰から搾取されてんのって、え、私なんか全然搾取されてませんけどみたいな、いらっしゃると思いますけれども、僕はね、この仕組みがあるのがちょっとどうかなって。例えば今働いてる会社があったとしましょうね。私も一応かつては会社員だった時代があったわけですよ。はい、30年近く前までは皆さんと同じ会社員でしたよ。会社に行ってましたよ。ただちょっとその会社にいる時に思ったのはね、理不尽な仕打ちを受けたりとかありますよね。はい、あとは責任を何でか知らんけど押し付けられるっていうね、社員にね、こんだけの給料しかもらってないのにさ、もう経営者レベルの責任を押し付けてくると、実際責任は負わないんですけども、そのなんていうのかな、日々のその労働の中でさ、なんかもう奴隷みたいに扱う。最近はそのブラック企業の問題とかでね、そういうそのパワハラはやめましょうっていうのもあると思うけども、でもね、やっぱり根本的な日本人が持っている性質は急には変わんないだろうし、この社会の仕組みね、そんなにね急には変わんない。やっぱりそこら辺の文化がずっとやっぱり根付いてて、根本的な問題っていうのはやっぱりね、未だに解決してないと思うんだよね。こういうふうにその会社から受ける搾取構造、こんだけの給料しかもらってないのに、なんていうのかな、こんだけの仕事量とかね、こんだけの責任とかね、こんだけの無理なんだよ押し付けるっていう、その会社の仕組み、これがね問題だよねって。で、僕はね最初ね、なんかもうそういう会社のあり方に憂いてたっていうかね、なんだよこの会社はと、ね、言ってることが日々コロコロ変わるしさ、なんでこんな俺に責任ばっこしつけんのっていう、でなんか理不尽な仕打ちを受けるのって思ったんだけど、途中でハタと気がついた。いや待てと、私はこの会社ねやるときにその1円も払ってないんだとね、つまり、投資をしてない、リスクを取ってない、権利もない、その会社、行ってる会社ねあるけども、その会社を立ち上げたときに、例えばこうなんていうのかな、人を雇い入れたり、社会保障制度を充実させたり、設備投資をしたりっていうね、そういうリスクは取ってないわけですよ。ただそこの会社に体一つポーンと持ってきて、毎月毎月給料を得てたっていう中であるわけだから、つまり自分がその権力側の中心にいることができてないのが問題だってことに気がついたわけですよ。これは会社のせいではない、自分がその立場にいない自分の責任だというふうにね思うようになったんですよ。これがおそらくねスタート地点です。そこの疑問、ここのポジションに行っちゃダメだっていうのをなんとなくね、今にして思えばね、そういうふうに明確に言えますけども、
あの時はぼんやりですよね。ぼんやり。どうしていいかわからんけど、やっぱりこの構造の中の自分がこんな仕打ちを受けるのは、これって会社の問題かなと思ったけど、これ自分の問題じゃねってところにちょっと気がついたんですよ。ここがちょっと良かったターニングポイントになったと思うんですよ。そこからですね、この中から脱却するためにはどうすればいいのかということをね、考えたわけですよ。それからね、国から税金巻き上げられるっていうわけですね。気がついてないけど、会社員でいるとね、税金のこと考えないんですよ。だって天引きされて自動的に引いてくれるから。自動的に引いてくれて、自動的に手取りが振り込まれてくると。自分とこの口座にね。だから何にも考えないんだけど、中身をよく見ると、社会保険料だったり、国民健康、国民年金とかね、国民年金じゃない、厚生年金か。厚生年金だったり、社会保険料、所得税、住民税だったりが、自動的に引かれるから、その税の中身について何も考えてなかったんだけども、よくよく見るとね、結構国から搾取されてて、それがね、コントロールできないという問題があった。これだけはどうしようもなかったけれども、でも自分が会社を辞めて自営業になってね、フリーランスになって、そこから自分でね、税金の仕組みを勉強して、確定申告をどういうふうにやるのかというところね、そういうのをね、学習してってさ、いや、これは経費で落ちるじゃん。ここは払う必要ないよねっていうところに気がついてですね、もう自分でそのね、税金から搾取される構造から逃れることができたと。もちろん払わなきゃいけないものはあるけどね、あるけども、払わなくていいものまで払う必要はなくなったということで、そういう搾取構造、国からの税金からの搾取構造からだいぶね、逃れることができました。あと YouTube なんかにしてもそうだよね。まあ YouTube 最近ここ5年の間にやりました。まあ今はね、活動を縮小してこんな感じで好き勝手でね、情報を発信してますけども、3、4年前まではね、ほんとバリバリ、まあ、いわゆる YouTuber ですよね。YouTube で生きていくみたいな感じでやってましたけども、今はまあそこまでやってませんが、YouTube もね、自由に見えて、実は制約があります。そう、それはね、やっぱりね、YouTube も好きなことで生きていくって綺麗事は言ってるんだけど、中央集権なんですよ。中央集権。それは何かっていうとね、まあ、まず言論統制があるのは結構皆さんお分かりですよね。なんかその、例えばその政治のこととかね、お薬のこととか、コミュニティガイドラインっていうのがあってね、それに背くものはバンですよ。チャンネル閉鎖。あとは、今3ストライク制になったのかな？ 3 回ストライクになったら、ストライク取ったらアウトだよと。チャンネルバンですよ。広告収益剥奪ですよ。みたいな感じで、首根っこ握られてるの。だから自由な発言が YouTube 上でできないっていう問題がありましてね。そのルールに沿ってやんなきゃいけないっていうところがあった。で、自分の発言する内容がね、別にそのルールに関係ないよっていうのはあるけども、結構ね、やっぱり長いことやっていくとね、あれダメ、これダメとかっていうのは結構あるわけですよ。例えばね、ここにね、とあるものが映ってるんですよ。あるんですよ。とあるものがあるんだけど、このものをね、持って映すとバンになっちゃいます。はい。これ別に違法でも何でもないんですよ。これは YouTube のルール。これを破った瞬間、バンになっちゃうっていうね。もうこういう恐ろしい首根っこをつかまれた状態ですよ。だから自由じゃないんです。現実的に言うとね、YouTube の世界の中でも。やっぱりね、YouTube の中も、この限界があるな、というところですね。つまりね、資本主義社会のルールの中にいるわけです、僕らはね。で、民主主義であると。そして政治は腐敗しててね、まあ、この後も財務省の言うようになってるから、増税していくばっかりだと。こういう状況の中、
どういう生き方がベストなのかなって考えた時に、もうこれは企業の上に行く投資家しかないなと思ったのよ。つまり会社って何のために運営してるかね。中にいるスタッフ、会社員がいるよね。会社員の食っていくためっていうのがあったりします。そしてお客さんがいるからね、お客さんを大事にっていうね。でもね、会社はもっと大事にしてるものがあるんですよ。それが投資家なんですよ。投資家。投資家の意向には背けないわけです。じゃあ、こんな理不尽を出資受けるんだったら、自分が投資家になりゃいいじゃんっていうことで、投資家を始めました。もちろんね、自分からね、会社に対してああだこうだ言うことないですよ。まあ、だってインデックス投資だからね。インデックス投資家でね、会社にああだこうだ言う人なんか俺聞いたことないけども、自分は別に会社に対してああだこうだ言いたいわけではなくて、搾取される側から脱却したいなっていう、それだけでいいんですよ、別に。それだけでいいの。で、この政治も今腐敗してます。もうただでさえ、日本の経済、すごいこう、ぎゅっとね、縮小してて、国民の生活がなり、もう本当立ち行かないぐらいな状況の中で、税金をむしり取られているっていう状況ね。これはもう、自分の力じゃもうどうしようもない。選挙に行ったところでもさ、もう財務省に犬だからね、みんな。で、アメリカの属国ですよ、日本なんかはね。だから、もうこの腐敗状況からは、もうどうすることもできないみたいな。まあ、選挙に行きなさいよみたいな感じで言う人いますけど、どうしようもない。変えられない。何も変わらない。選挙に行ったら当選するのは自民党だから、何も変わらんわけですよ、この状況ね。だったら、投資家ですよ。投資家っていうのは今のところね、まあこれいずれちょっとルール変わりますけども、その、投資から得た利益っていうのは今のところ、特別口座の分は利益の 20% を所得税で持ってかれるだけで終わりってことね。つまり、住民税とかね、保険料とかには影響しませんよという制度になっとるもんだから、その税金がもうその所得税でストップするというとこです。そこからはもういかないんでね、まあ、そういう税金を搾取されるということもない。しかも利益に対して持ってかれるだけだからね。で、かつその企業に投資してるだけだからね、別に投資してる企業から、お前バンだ、お前クビだ、お前責任を負えとかってのはないんです、投資は。投資は責任を負うことないんだよ。資金は減るかもしれないけども、責任を負わされるってことがない仕組みになってるわけですよ。これはね、株式投資とは何ぞやってところを調べてもらえればね、わかると思うんですけども、その責任を負わないというポジションにいられるというのが投資の特徴なんですよ。といった理由から自分は投資をするようになりました。もちろん自分の財産を投じてね、自分の財産をリスクさらして、リスクを取って、その中から利益を得ているわけです。だから、まあ、起業するのと同じですよね。会社を立ち上げて、自分で出資して、会社を運営していくと。まあ、ただ実際に働くわけじゃないけどね。働くわけではないんだけど、そういう運命共同体ってちょっと、まあ、ちょっと話が脱線しちゃうけどね。つまり、僕よりもね、はるかに優秀な人々がね、すごい会社、アマゾンとか、グーグルとか、フェイスブックとか、テスラとかね、NVIDIA とか、マイクロソフトとか、インテルとかね、すごい超優良企業に、僕らよりも優秀な社員が汗水垂らしてね、働いてくれて、遠いアメリカとかね、台湾とか、まあ、日本もありますけども、ね、そういうトップクラスのね、社員が一生懸命働いた利益を僕らが享受するというポジションにいられるというのがね、投資家の大きな、まあ、メリットではないかなと思ってます。だから、
自分は投資しているというところがありますね。なんで投資するのかっていうのはね、皆さん人それぞれ考え方がありますけども、僕が投資している理由っていうのはこういった理由からになります。